本日は LJL2017 サマースプリットファイナルの模様をお送りしております。さあレボルさん、2-2、そして泣いても笑ってもラストゲームです。やはり夏はゲーム5まで行くんですね。今日の1戦目のスタートからするとこのままフォーカスミーが行くんじゃないかという流れがあった中で、そんな中でもゲーム5に行くわけですから、やはり何かしらのジンクスというのもありそうですね。そして試合の中でやはりキープレイ、先ほどインタビューでも挙げていましたが、ビビット選手が素晴らしかったですよね。レーンフェーズのところで、ファーストプラットを生み出したというところもありますし、サイトストーンとモビリティブーツを生かして、ボットからミッドレーンにかけての視界のコントロールを徹底しつつ、さらには集団戦のところ、バロン前のところでモヤシ選手が入ってきたところに対してすぐさま反応して、彼がオータダック一発分だけでも止めたことによってセロス選手が生きて、バロン周辺のコントロールを渡さなかったと、あれは大きなプレーだったと思いますね。ですからこのビビット選手のピック、そしてプレーというところが大きく影響したのは間違いないですね。さあこのビビット、 WCS ではランページを倒せたらグループステージに立てるかもしれない、そうコメントをしています。さあ一方どうですか、ダラ選手のところ、ラカンに対してスレッシュというアグレッシブなチャンピオンを出したんですが、レーンのコントロールを取られてしまったわけですし、さらにはもちろん集団戦のところでいいフック何度も決めていたりはするんですが、どうしても影響力というところが、ラカンを使った時と比べるとスレッシュは落ちてしまっているというところもあります。ちょっとピックの変化というところが考えられるのかなという感じがしますね。なるほど。さあそのダラが次に使うチャンピオンは何なのかも注目していきたいですが、ただ何よりもセロスですよね。ベルコズ、ここまで4ゲーム、一度もメタのチャンピオン使ってないですからね彼。普通だったらミッドレーンのメタって何なんですか。オリアナ、タリア、あとはそうですね、今だと後期であったりとか、あとガリオとかですか。ガリオとかですよね。あとはそういったタイプのチャンピオンに対するカウンターとしてカサディンであったりということが多いんですがハイマディンガーというところ、さらにベルコズですからね。ここまでのところでやはり、さらにはジリアンというところもあって、レーンのコントロールが取れている1戦目と4戦目ではゲームの非常にスムーズにフォーカスにプレーできているということを考えると、彼のピックが鍵を握っているのは間違いないですよね。ですから次のゲーム5のセロ選手のピックとしてレーニングというところに注目していきたいですし、一方でやはりランページとしてはそのキープレイヤーであるユトルマヤ選手がトリスタンを何度も使っていますが、最後キャリーできるかどうかというところでリスクをかけた動きが潰されてしまったわけですが、ああいったアグレッシブな動きというところで大きくゲームの流れを変えるポテンシャルを彼は持っていますから、ああいったプレーをまた続けていくのは間違いないです。ただ鍵となるのはやはり序盤ボットレのレーニングのところで最低でもイーブンにしていくこと、というところが重要なのは間違いないですからね。先ほどのゲーム4であればボットレーン先に先手を取って有利を取ったのは確かにデトネーションフォーカスミス、そしてそれが最後まで続いてしまったと。ボットのファーストも先に破壊されてしまいましたし、レーニングというところが非常に重要なポイントになりますね。なるほど。さあそのゲーム5のまずはドラフトを見ていきましょう。サイドの選択権はデトネーションフォーカスミーが持っていました。そしてブルーサイドを取りましたレッドサイドランページです。これ言わせてください、ファーストピックラカン狙いですよね。ランページとしてはラカンをバーンするかどうかです。となるとですね、ジグス、エリス、カリスタ、どれか1チャンピオンが開くということになりますね。どれも開けたくないですよ。どうしますか、これはランページどう判断しますか。ラカンを開けるかどうかですね。さあこのドラフト非常に難しい。そしてラカンはこのゲーム4まで取った側が勝っていると、そういったチャンピオンであります。まずはエリス、開けるならエリスかなと思いましたが、エリスも開けませんか。ということはカリスタもバンしそうですか、もしくはカリスタバンしない、さらにはラカンもバンしないで両方開けるというのはどうでしょう。十分考えられますね。取り得る選択肢としては両方開けるということになると思いますね。さあガリオーバン、そしてランページ、ここで変えるか。バンするとするとやっベルコズ、ね、ベルコズ、ハイマディンガー、もしくはずっとバンしているシェンであったり、あとはザヤですかね。さあ何に変える、ここ絶対変えますが、変えました、ラカンバン、カリスタ開きました。問題は取るかです。トリスターナを使えるというところもあって、カリスタに対してやればトリスターナがカウンターであるということで、ランページは
カリスタをバンしませんでしたね。そしてユタポン、ちょっと精神統一のような、そしてコーチから腕を揉まれるというような、頼むぞと、そういったシーンが見て取れます。カリスタファーストピック、ここでトリスタンが取る必要性はありませんが、どうしますかね、タンクタイプのチャンピオンに対して強いブラウムサポートを抑えておくという手もありますが、ああなるほど、カリスタと、まあ、考えるのであれば組み合わせてくるのはアリスターかブラウム、どちらにとっても非常にエンゲージ強力ですが、レーンフェーズを考えるのであれば、おお、ルル、これはひょっとしてトリスターナとルル、完全なるプロテクトエリーキャリー、そういった形になりそうですね。さあデトネーションオーカスミーのピックです。ルルというチャンピオン、今ジャンナの方が評価が高いという中でルルを取ったというのはどういった意図があるんでしょう。レーンフェーズを考えるのであればジャンナよりもルルの方がレーンは強い、ですね。それを考えるとやはりランページとしてはレーニングのところで負けたくない、勝ちたいというような狙いのあるサポートのピックだと思いますね。そしてレクサイとナカンがいない、何を取るかでスレッシュです。ブラウムに行くかなともちょっと思いましたが、ロックしました。ピックアップですね、カリスタ、レクサイ、スレッシュ、どれも、まあ、単体の CC であったりバーストダメージといったところ十分持っていますから、少数戦でボットサイドからゲーム作っていくというところも狙ってますね。そしてトリスターナです。5ゲーム同じピックになります。これバンされる前にも取っときたいということですよね。さらにはカリスタに対してトリスターナが、まあ、カウンターというところもあってのピックになりますね。これランページはこれルルにトリスターナでカリスタスレッシュ相手ということは、ボットレーンでは、まあ、勝てるチャンピオン構成を取ったと、そう言えると思いますね。しかし、まあ、ルルバーサスレッシュの場合だとスレッシュのフックの精度によってマッチアップの有利というのが逆転していきます。スレッシュのフックをずっとかわし続ければダメージの取れるのは一方的にランページサイドが勝っていきますが、一度でもフック当たってしまうとかなり苦しくなっていくというマッチアップになってますね。なるほど、なかなか条件厳しいですね。厳しいですね。ただどちらも足が速いですし、ブリンクもありますからかわしていきたいところですね。さあそしてバンフェーズ2、まずはファーストバン、ハイマディンガーゆっくり時間を使います。ランブルをバンします。デトネーションフォーカスミー、あとはまあシェンでしょうかね。ランページここまでずっとシェンバンしてますからね。そうなるとデトネーションオカスミは何をバンしますか。チョガス、チョガス、あとはトランドルバンというのが考えられますね。シェンをバン、先ほどレーンフェーズのところではうまくパズ選手をカバーしていましたが、集団戦においてトランドルのアルティメットがかなり厄介な存在になっていたのは間違いないですが、さあ何をバンする。ただあれパーツだからこそ耐えられるというべきですよね。そうですね、普通であればなかなか耐えられないようなマッチアップになってますからね。ミスは許されない。トランドルをバンします。潰しました。デトネーションオカスミ、そしてファーストでここでミッドの後期タリアあたりを抑えてトップレーンでカウンターという選択肢になると思いますが、後期シンドラが得意チャンピオンなんですが、このファイナルでは見せていません。ラムネ後期をロックです。ここでフォーカスミーとしてはトップレーン、まあ、魔王界ですよね。ただカミールであったりナーであったりとカウンターのピックを当てられることを覚悟した上でのピックになっています。ですからミッドレーン後期に対してレーンのコントロールを取れるチャンピオンをセロ選手はピックしなければなりませんね。そしてピックすることができればミッドレーンからボットレーンにかけてゲームを作れる、序盤からゲームを作れるマッチアップになります。エコー来ましたね。これカウンターですか。カウンターですね。そしてエコー 7.15 の状態であれば E の序盤のレベル1のクールダウンが2秒短くなってますから非常に仕掛けやすくなってますね。さあこれがセロスのピックだ。そしてランページトップレーンはグラガス、カウンターは当てません。集団戦に寄せましたね。さらには少数戦のリアクションに対しても反応できる、そういった構成にしてます。グラガスジャングルでジャーバントップですね。あーなるほど。さあチーム構成出揃いましたよ。レバルさん、デテンションフォーカスミーとしてはもうミッドレーンからボットレーンにかけてゲームを作っていき、さらには1-3-1という形が非常に強力な構成になっています。さらには彼ら全員が強力な CC を持っている、そしてバーストダメージを持っているという形ですから少数戦構成ですね。スティールが
パズっていうか、あの多分コーチが出ていくときにちょっとカメラには映ってなかったんですが、多分最後にパズの頭をポンと叩いて、パズが痛いというまあ仕草をしていて、スティールが大丈夫だよって多分声をかけていたのかなと。さあ、そしてランページもハイタッチをして気分を高めていきます。ランページとしてはラカンをバーンしてカリスタを開けて、カリスタを取らせて、それに対してトリスターナとルルカウンターのマッチアップを作ったわけですから、ボットレーンをいかに安定させられるかどうかが大きな鍵になっているのは間違いないですね。そしてセロス、エコー使えるのという声も聞こえそうですが、セロスはエコーも得意チャンピオンで、スプリング、サマーのもしくは頭ですかね、ターゲットバンし続けられた、まあ、チャンピオンでもあります。どんだけチャンピオンプール広いんだということにもなりますが、メタチャンピオン使った回数の方がもしかしたら少ないのではという感じしますよね確かに、まあ、だからセロス動物園って言われる最近はちょっとね、人間のチャンピオンが多いですけど。そうですね。さあ、ボットレーンで有利を築きたいランページ、それに対してデトネーションを犯すにはもうこれミッドレーンですよね。ミッドレーンですね。そしてミッドからボットにかけてですね、またしてもビビット選手がレーンの有利を作ってからロームできる環境になると、途端にデトネーションを犯すにのゲームのテンポというのは上がっていくと思いますね。さあ、泣いても笑ってもこれがラストです。 LGL サマースプリットファイナル、デトネーションを犯すに VS ランページのゲーム5スタートです。幕張では DFM コールの方が多いという状況が起こっていますが、ボットサイドレベル1のところでデテンションフォーカスに入っていって、ジャングルのスタート位置を把握するためのワーディングというのを行いましたね。この狙い、どういった狙いがあるんでしょう、というかちょっと特殊な置き方をしましたが。そうですよね、ずらしてますよね。これずらしてますね。ミニオンが出撃しました。ボットサイドからのスタートというのを嫌ったようなスタートの形になっていますが、ランページとしてはボットサイドスタートしたいようですね。やはりレベル3でトップサイドのアクションというところを行っていきたい。そして移りました。これでボットサイドスタートが確定しました。タッスルが移りました。一方でエビ選手もブルーバフのチェックをして、デトネーションフォーカスミーのボートサイドスタートというのを確定させましたね。1分42秒での把握ですからね。そしてパズもその動き分かってたようですね。しっかり待って、これで把握されたよという情報も互いに持っています。そんな中でのジャングルスタート、ほぼほぼまず同じですが、となるとレッドバフを買っている分だけスティール選手の方が早くジャングルもありますね。お、ちょっとただ意外ですね。ランページはボットレーン勝ちたいんですよね。確かにそうですね。ボットレーン勝ちたいんであれば、雷帝の号令をダラがよくルールの時は選択するんですが、今回風読みの祝福ということでヒール量と、まあ、シールドが上がるマス、キーストーンというのを選択したんですよ。これどう見ます？ちょっと意外ですね。やはりアーデントセンサーが非常に強いこと、さらにはまあリデンプションであったりソラリの回復量というところで、中盤以降集団戦における、まあ、ルールの存在感を高めていきたいという選択ですね。かなり後半に寄せたキーストーン選択ですよね。そうなりますね。となるとですね、はい、やはりそうですね、レーン落ち込まれてしまいますね。さあ、これではレーンのちょっとアドバンテージというのは作れない状況が続きますが、ただ後半その分だけ、まあ、強いと、そういったまさにキーストーンの構成になってますね。ただ2ウェーブでもうすでにラストヒット9、いや10差が生まれてるんですよ。これボットレーンに対してダブルテレポートを生かして影響を与えていく、もしくはタス選手がガンクしない限りは先にフォーカスミーがタワー破壊できるという状況になりますし、さらにはビビット選手のボットからミッドレーン、そしてボットサイドからのジャングルへのこのプレッシャー支配力ですよね、上がってきますね。入ってブラストコーンでバイバイします。タッスルはレベル3、まあ、スタート位置がお互いバレているということで少し変わったルートを取ろうというような判断ですが、ワードに移ったのはこれはスティール、タス選手映ってないですよ。あっ、おっと、やってしまった。今これ完全にデテンションフォーカスミタス選手の位置把握していなかったですから、決まってた可能性高かったですよね。高かったですね。いや、これちょっと痛恨のミスになる可能性ありますね。
やはり体が大きいからとそうかもしれないですね。しかも今のでこれそうですね、スクライアブルーム生かしてですかね、しっかりとタス選手はしっかり取りましたからね。ザ・スクライアブルーム、これでスティール、そしてさらには予測でタスするの位置というのも見えます。入った、レベル4対レベル3、これを取ればタッスルもレベル4にはなれるでしょうが、スマイト勝負だ、互いにスマイトは上がっています。レッドバフとブルーバフを持っている状況が、リセットをしようというような動きになっているか。レーナは互いに寄っていない、スマイト勝負ではタッスルが勝ちました。レッドバフがありますよ、一気にタッスル有利になります。スティールは下がる、テレポート、そこにスタン入っている、来店のゴールまで発動するぞ、フラッシュアウト、フラッシュイン、追撃ロックアップ、ただちょっとセロスが下がろうとしていましたが、ワーストブラッドはスティールだ。やはり決めるのはこの男なのか。ちょっとそうですね、対エコーというマッチアップの中でのテレポートの位置が確かに安易ではありましたが、やはりなかなか最近見ないマッチアップというところで、どうしても対応が後手になってしまうと、そこをしっかりとフォーカスミが生かしていきましたね。さあ、ジャングラーの有利というのは本日のこのファイナル全ての試合において大きな影響を出していますから、さらにはミッドレーンのレーンコントロールですよね。ここからどちらが取り続けるのかというのは非常に重要ですね。そしてカウンターチャンピオンと言われているトリスターナですが、やはりレーン苦しそうです。殴り合いができないといくらカウンターといえどもということですよね。そうなりますね。そのカリスタに対してトリスタナがカウンターと呼ばれている要因としては、カリスタに対してオーダーアタックのレンジで勝っている、さらには全てのスキルが対象指定なので、カリスタが避けることができないというところでダメージを取ると勝ちやすいという点があるんですが、そもそものウェーブのコントロールが取れていないので、カリスタに対してオーダーアタックをする機会というのが生み出せていないですよね。さらにはブッシュを今回ダラ選手そしてランページとしては取られてしまっているので、ビビット選手のこの位置取りというのが非常に苦しくなっている。なのでワードをこのブッシュに置かなければならないとなると、リバーからのスティール選手のガンクのプレッシャーというのがかなり高くなっていくというところで、どんどん苦しくなっていってますね。ビビットのあの動きが、まあ、圧がかけてということですね。ワードを無駄遣いという形ではないですが、ガンク警戒には使わせていないという点ですね。ここ今、まあ、苦しいからダラが置いたという、先ほど置いたワードなので、これでちょっとビビットの、まあ、プレッシャーというのは軽減できると。しかしその分だけスティール選手の動きは警戒できなくなっていくという展開ですね。本当はレーンに使いたくないんですよね。そうですね、本当はレーン使いたくないですし、レーンに先にサポートとしてはポジション取りたいですよね。さあ、そのボットレーン殴り合い取り回し、レベル5対5、ただダメージ取れているユタポンが勝ちます。そしてこのタッスルの動きを封じているのはスティール、ボットレーンのカバーを向かおうとしてたんですがいけません。さらにはスカトルのコントロールまで取ります。さあ、ミッドレーンは互いにレベル6、セロス選手はこれはプロトベルトに行くルートですね。よりバースを出すと、さらには、まあ、敵のバックに飛び込んでいくというところで、非常に優秀なアイテムを選択したという形になります。もうこれキャリーを倒すということですよね。そうなると思いますね。さらにはサイドレーンでのスプリットプッシュの際にプロトベルトのアクティブがあると、やはりその分だけ危険性下がりますからね。かなりスティール強気なんですよね今回。ビビットが寄っている、ダラも寄っている、どうするユトレイモヤシと、そしてユタポンが 1v1 をやっている状況か。位置取りセットが入りそうか。スマイト勝負、勝ったのはスティールです。最後は通常オートアタックで取りました。そしてトップレーンでの 1v1、 有利を取ったのはこれはエビです。体力の有利を取りました、大きく取りました。パズ選手としてはテレポートを使わざるを得ないという状況ですね。そしてボットレーンの 2V に今度は仕掛けていきましたが、完全に勝ったとは言えない。そしてステップでユタポンは前に出てきっちりダメージを与えにいきます。レボルさん、これスティールの動きが本当に5ゲーム目で変わっている。タッスルがあまり強気に入れない、一方のスティールは入ってテンポを作っていると、この違いどうなんでしょう。大きいのはやはりミッドレーンでセロ選手が1キロ生み出したこと、さらにはボットレーンで常にデテンションフォーカスミサイルがプッシュできていて、ビビット選手が先に寄れる環境を作り出せているからこそ、スティール選手はこれだけアグレッシブに入れているという点が大きいと思います。さらにはスティール選手自身が使うレクサイというチャンピオンがソナーによる、まあ、視界のコントロールであったり、あとは潜っている状態での Q で相手の位置を把握できるというところもあって、まあ、ジャングラーとしての視界管理能力が非常に高いので、リスクを抑えながらカウンタージャングルできるという点が大きいですね。ああ、なるほど。これが例えばセジュアニであったら、ここまでアグレッシブにいけたかというと難しいと思いますね。
ネクサイを選択したからこそ、ただしタッスルはそれに付き合うのではなくて序盤に、まあ、若干ですが、まあ、ナーフも入ったこのグラガスというのを選択してますよね。アタックスピード、クソアタックがスピードが若干ですけどナーフが入っていると、その分だけ、まあ、アタックスピードが下がったことによって、まあ、非常に少ない数値ではあるんですが、ジャンガリにとってアタックスピードの低下ということは、つまりモンスターから受けるダメージ量が増えていくということになりますから、ジャングルの1対1がどうしても体力低い状況で行わなければならなかったりというところで少し不利になっていく可能性が高いんですよね。つまり結構大きな名札あったんですが、それでもやはりグラガスはユーティリティが非常に優秀ですから、ここでもピックしてきましたね。さらには集団戦に寄せたピックになっているというのは間違いないと思います。バックラインに飛び込んでくるパズ選手やそしてセロ選手に対してグラガスのアルティメットでカバーしていくという判断ですね。なるほど、ディビットフックからボディスロン、これ使った後は魂のロープ、おごりを使用しますがフラッシュは使わせてもらえられるか、いや使えない使えない、そしてキルを渡したかったですが、ここはスティールのキルになります。これで2キル目、ちょっと判断をミスったか。タスル入っていく動きに対してちょうどラムネ選手パッケージあったんですが、ミッドレーン使った後だったんですね。あー、コミュニケーションエラーがちょっと起きたと、ちょっと起きたようにも見えましたね。そしてボットレーンのダイブを警戒していますが、この動きワードル映ってますよ。このボットレーンのプッシュをスティール選手は丁寧に待ってますね。ここのコントロールワードもあるのは分かっています。さあボットラインへのプレッシャーがとんでもないことになっている。当然タッスルも分かっているのでボットレーンのカバーに向かいます。ラムレも向かっている、テレポートはある状況下ですがどうするか。両トップレーナーはテレポートない状況ですね。スティールがレベル8、それに対してタッスルレベル6ですよ。ここはなんとかランページがカバーしたと言える状況ですが、ただマップのコントロールは完全にフォーカスに取っていますから、ここを狙ってきますね。さあ狙っていたノックアップ、フラッシュがない、フック当てている、これは逃げられない。最後はウタボンのキルになります。これでデトネーションオーガスミ3キル目、タッスル狙いに変えましたか。変えましたね。さらにはウルフのコントロール、おーこれセロス選手がトップレーンに動いているという情報、エビ選手予測するのは非常に難しいですが引いてますね。引けてますね。コントロールワードをタワー下に刺して、そしてダイブはできるんだよということですが、クロノブレイク、テレポート使わせた。ランページがやったプレーを今度はデトネーションオーガスミーがやってのけます。ラムネのテレポートがキャンセルでクールダウンに入りました。そしてクラウドドレイク獲得はデトネーションオーガスミー、一気にテンポアップしていきます。あとはパズ選手のテレポートが上がってからフォーカスミーとしてはボットに対してまた再度プレッシャーかけていくという展開になりそうですね。ちょっと待ってください、ダークシール2個積んでるんですけど、これはやはりコラプトポーションのところで強化していく。ファーストブラッドこそ取れましたが、序盤のレインフェーズのところでは実はセロス選手、まあ、CS 負けていたんですよね。ハラスを食らってしまって体力のアドバンテージ作っていなかったので、ダークシールによってそこをカバーしていくという判断だと思いますね。あー、なるほど、序盤のちょっと辛さを、まあ、耐えるためと。ただしもう完全にミッドレーンのウェブのコントロール彼が取ってますからね。ラストヒットも少しずつですが追いつきつつあります。トップレーンもかなりエビがプレッシャーをかけて差を作ってはいたんですが、今のセロスのワンプレーででしょうかね、一気に縮まりましたね。この CS、まあ、4CS 差のところまで縮められますか。いや 10CS のままで一応保持はしていますが、そしてボットレーン折れそうですよ。フックタワー下ですが当てている、ダメージストレート、かなりダメージが入ります。そしてスティールがまたしてもタッスルに、さあちょっかいをかけている。このブルーバフミッドレーダーに渡したい、ランページ渡したくない、デトネーションフォーカスミー、リセットがかかりそうなゲージですがどうするか。おお、セロスに渡す余裕がありますか。ランページとしてはこの時間帯耐えなければなりませんが、うわ、ロケットジャンプフックで落とした。即座にフラッシュを使用します。宿命の呼び声は使いましたがフラッシュアウトができています。これランページからしたらどうしたらいいんですか。ここをなんとかデテンションフォーカスミのアクションに対して丁寧に丁寧にリアクションしてタワーを守るというところが非常に重要ですね。さらには先ほどからエビ選手トップレーンでのコントロールまだ取っています。さらにはここからトップに対してアルティメント使いましたか。ボットレーンに使うんじゃないかと。そうですね、これはただ体力のアドバンテージを作ってからのアクションですね。これによってパズ選手がテレポートでボットサイドの動きに対して入っていくという展開がなくなりましたからね。ただボットレーンもリコールです。あ、これ渡す判断ですね、ランページは。
さあその前にボットレーンが耐えれませんでした。ランページ、そしてボットレーン有利を取ってそのままタワーにつなげます。デトネーションオーカスミー、ファーストタワー獲得です。となるとボットをプッシュしてから、まあ、ドラゴン先ほど取った後ですからトップにローテーションしてトップのファーストを狙っていくという形になりますね。ランタンですねこれは。そしてランページも当てるかなと思いましたがトップサイドには行かずボットレーンにゆとりましょう。そのまま置きます。インフィニティエッジが完成してレーンに戻るという状況です。ルルトリスであればウェーブクラもそしてターンのプッシュも素早く行えますが、サイドもう一度当てるようですね。そのようですね。リコール入りましたねこのタイミングで。パッケージはある。ただラムネが後期を使ってこのパッケージうまく利用して集団戦少数戦ができるというシーン、ちょっと今日作れてないんですよね。作れてないですね。このあたり作っていきたいところではありますが、FM としては1-3-1も可能といえば可能ですが、まだそこまで行わないですね。イタポン選手が王権完成しましたし、トップのファーストターンを狙っていってますね。一応全てのチャンピオンのファーストのコアアイテム完成しましたね。そうですね。グローリー、シンダーハルク、ルインドキングブレード、まあ、サイトストーンでいいんですか、サポートは。そうですね、サイトストーンとモビリティブーツですね。モビリティブーツもです、ね、はい。ただブーツ購入してないんですよ。ただ見てください、アーデントセンサーですよ。おっとスティール見つけたか、見つけたか、見つけたか。いやただパッケージ使わせられたというようなシーンになりました。さらにはセロス、おースタンが決まる。とんでもないダメージが入る。フラッシュはラムネは持ってはいますがターンに逃れます。ミッドレーンのコントロール取りましたからヘラルド確実に取れますね。さあこれでデトネーションガスビン、リフトヘラルド獲得です。タッスルもトップサイドにカバーに入っています。さあこのリフトヘラルドの瞳どこに使いましょう。狙いとしてはもうミッドのファーストタワーだと思いますね。トップサイドには使わない。早っ、早い、もう使った。いやというのもかなり削れている。さあリフトヘラルドアタックで、おっと映らない、一気にタワーが削れる。ダイブも考えてはいますがここは無理をしません。デトネーションオカスミ、ジャングルの視界を制圧していきます。さあそこにタッスル、ワンボイも当たりに行ったがビビットが来ている。フックはどうなる、ステップタッスル避けました。そしてスティールもう一度追撃します。さあおごりテレポート、クレイと魂の牢獄でなんとかビビットが守ります。タッスルもう一度追撃は届きません。ビビットナイスプレーです。その間にセロスがこれラムネに仕掛けて体力の有利を取っていました。エビ選手はテレポートを使って参加しましたが、いやビビット選手が使うスレッシュの魂の牢獄がカウンターとして大きく機能しましたね、まあ、非常に綺麗にディスエンゲージできたことによってテレポートのアドバンテージ作り出しましたね。瞬間的に 99% スローですからね。一方でダラ選手からするとですね、というもランページのボットレーンからするとアーデントセンサーができたのでダメージを取ると勝てるはずなんですよね。さあ倒したビビットのエンゲージからゆとりもやしゃ、ただ狙いに行くのはユタポン、ランタン、そしてイグゾースと宿命の呼び声から第1の捕獲、ここにパズが来ている。そしてなぜかいる。さあ倒したにもう一度ポリモフ、誰か時間を稼いでその間にユタポンを取りに行く。テレポートで来ていたのはラムネラ。さあ救世主がラムネとなるのがビビットのフラッシュアウト、そしてパズは寄っていたんですがこれは人数差はランページの方が有利だ。ただしセルスも歩いて寄ってきた。テレポートあったんですがダブルキルはラムネ。ランページもトップサイドで返します。今どうやってダラ選手生き残ったんですかね。アルティメットもなかったんですがちょっとフォーカスミーとしてはダメージを叩き込むというところでズレが出てしまいましたかね。ポリモーフですか、ダブル上げですね、いたずら上げですよ。ポリモーフの効果時間が長かったということになりますかね。このフックからウトリマヤ選手の判断が非常に素晴らしかったですね。ユタボン選手に対してプレッシャーかけることを選択したのですがここからですよね。シールド、あビビット選手が全くダラ選手を狙っていなかったんですね。もう倒せると踏んでダメージを与えなかったと。さらにこれラメを後期のテレポートによってウタポンがゾーニングされてオートアタックできなかったと。さあ一手返しましたがそれでも有利なのはデトネーションフォーカスミーサイドです。トップのファーストタワーもフォーカスミーこれが破壊できてますね。全てのファーストタワー破壊できましたね。
リプレイ中にトップレーンのターン獲得、アウターターン全て取りました。さらにはマウンテンドレイクも獲得です。こうなると 1-3-1 の形をフォーカスミア作っていきますね。トップレーンにセロス、ボットレーンにパズ、そしてミッドレーンにウタポン奥夫人です。テレポートをただ使ってまで行きました。ちょっと予想外ですね。そうですね、タワーを守る判断しましたね。まあ、確かにフルールのアタックスピードの上昇、アデンセンサーのアタックスピードの上昇によって糸山選手のタワー破壊能力が非常に高くなっていますから、まあ、それを警戒した上での動きですね。さあ20分前にアウターをまたしても取りました。デトネーションホカスミ非常に有利な状況ですが、この 1-3-1 で狙いは何なのか。まあ、ジャングルの中に入っていくという展開なんですが、ボットサイドにかなりディープワードを展開していて、トップサイドには展開してないんですよ。先ほどドラゴン取るためにディープワードを展開したのかというところが気になるポイントですが、まあ、この布陣を見るとですね、まあ、テレポートがパズ選手が先に上がります。そしてそのパズ選手をボットに置いているということを見ると、まあ、バロンをそろそろもう意識しているのかなという感じがします。なるほど、リコールしてクロノブレイクで戻ってきましたが、これバレてますね。バレてますねピンは鳴っています。そして騎士の誓いが完成しました。スティール、セロス選手はリッチベンが完成しましたね。一方でイタポン選手もハリケーンできます。コアアイテム2つキャリー揃ってますね。非常にデトネーションオーカスミートしてみれば、これ集団戦少数戦起こしたいタイミングで間違いないですよね。間違いないですね。一方のランページとしてはこの時間帯を何としても耐えたいですね。さあ当たりに行きたいデトネーションオーカスミート、ただそれをどこで作るのか。エンゲージという意味では少数戦が非常に得意な構成ではありますが、バロン周辺ですね。ここからフォーカスミーとしてはプッシュしてバロン周辺の奥の視界を取っていってという形、トップサイドからの視界のコントロールを狙っていくと思います。そうすることでおびき寄せたいと。そうなりますね。パッケージここもうまく使いませんでした。さらにミッドレーンに対してはフォーカスミーの方が人数多い状況ですから、ミッドレーンからトップレーンにかけてプレッシャーをかけることによって糸山谷選手とダラ選手を下がらせるという効果ですね。スティールがかなり奥に行ってますが、デビッドがランタンでカバーしています。さあこの糸山谷をファームさせたくないとデトネーションカスミーは。その攻防が続きます。ランページとしてはこの 1-3-1 のプレッシャーに対してですね、エビ選手がボットレーンから離れてミッドに対してプレッシャーかけるという形を作りたいですね。触ってんじゃないですかこれ。ダッシュしましたね。ダッシュしましたね。ただワードがあった。さあ一度やめます。さあおびき寄せてのエンゲージですが、ランページも離れます。パズ選手が今バロンのところに対して合流していましたから、ボットのファストはエビ選手を破壊できますね。となるとですね、はい、この動きボットのファストを先に破壊したことによってエビ選手がよりまたミッドレーンに対して動きやすくなるので、デテーションフォーカスミの 1-3-1 の3の部分に対してランページとしてはプレッシャーかけに行くことが可能になりますね。エビが、まあ、押し込んでローミングすると。さあその動きをもう一度狙いに行くかランページ。ただミッドレーンですよね。ミッドレーンはデトネーションオーカスミ人数を置いてますよ。一方のランページは今見ても分かる通りミッドレーンにいるのはラムネですから、エビがどれだけボットレーンから有利を運んでですねミッドレーンに行こうとしても人数的には勝てないですよ。その前に単純にミッドレーンの3人のところに対して入っていくのではなくて、視界をフォーカスミ取りに行っているところのギャップをついていくという形の方が、まあ、理解が早いかなという感じがしますね。ボットレーンからこういった形でミッドレーンからトップサイド側へとこうやって入っていきますよね。そこに対してエビ選手とそしてトップサイドでダラ選手やといったところが挟んでいくという形は作りやすくなりますね。あなるほど、もうミッドレーン追い越してと。そうですね、集団戦を仕掛けてと。さあここは苗木がありました。もうバロンを意識しているのはデトネーションオカスミ、そしてケアをしたいのはランページサイド。ここのブッシュにもちろん潜んでいるがフック、タッスルを狙うように見せてラムネを狙っていました。そして触っています、触っています、触っています、バロンに触っていますが、どうする。ランタン反転だ、フレイから魂の牢獄、 EQ でエビは難を逃れましたが、そこはタッスルを捕まえているだ。ビビットのフック、さらにはノックアップスリーマンを決めている。これは宿命の呼び声ですね。ユタポンのアルティメットです。そしてフラッシュアウト、決戦場でエビが反転してラムネが AOE ダメージを叩き込んでいますが、そこに追撃するのはセロス。セロスがゾーニングしてラムネがついにダメージは出せません。1キル獲得はデトネーションオーガスミ、ユタポンのキルにつながります。
さあお互いに体力は全体的にない、ゆとりもやしが非常に体力が高い状況ですが、ブッシュに隠れていた黒のブレイク、ダラの体力が一瞬で飛びましたがデッドはしていません。さあもう一度触るんだろうと、ランページは触るんだろうと分かっているよと、そしてデトネーションおかすみはこのバロン周辺で勝つことで本日勝ってきました。さあテレポート入りました、タッスルが入りに行く、スチールの狙いに行きますがバックラインからはセロス、クロノブレイクありません。それを見てラムネはフラッシュインでセロスを狙いに行きますが、スキルショットを避けている、そこにロケットジャンプ、セロスは時間を稼ぐ動きですが、ゆとり回しの届いたが最後尾を走っていたタッスルがダウン、そしてエビのテレポート、エビのデスタイマーが当てた、ダブルキルはゆとり回した、さらにユタポンが孤立していてドリブルキルはゆとり回し、ランページが一気に流れを取り戻します。バロンラッシュという判断ではなく、ミッドのファーストタワー、そしてドラゴンという形をランページは狙ってますね。さあまずはミッドのアウタータワー、これでグローバルゴールド並びました。さらにもう1本、これで逆転になりますか。逆転になりますね。さらには AD キャリーの装備というところもこれで届いていますからね。タワー2本に3キルですからね、相当ゴールは3本ですね。タワートップレーンも取ってタワーを追い越しましたが、これで4本目です。会場の声援が凄まじいですね。まだただバロンの周辺での睨み合いは続きますね。まだイーブンの状況ですからね。さあもう一度、本日は言ってもいいでしょう、デトネーションカスミング、このバロン周辺しつこいというぐらいバロン触りますよね。触りますね。そしてしっかりとコントロール取っていきますからね。さあもう一度トラップを敷いています。ラムネ選手が一人でドラゴン勝ってますね。4人しかいませんよ、ランページ。いいプレーですか。ただエンゲージはできないですよ。その情報持ってないですよね、デトネーションオカスミ。持ってないですね。スレッシュがいますが、さあこれでドレイク獲得、オーシャンドレイクです。ランページが獲得です。ただ体力を大きく削れてはいますが、問題はなさそうですね。なさそうですね。そしてこれはセロス選手テレポートありますから、ボットレーンのウェーブのクリアをしてプレッシャーかけていくという判断になりそうですね。さあボットレーンのクリアをセロスが向かう、そしてランページがこれで視界を取り戻せるチャンスにはなります。エビ、そしてラムネ、テレポートはクールダウン中、スティールがかなり無理をしてワードを壊してはいますが、セロスがまだそれを情報を持っていてでしょうか、レーンに顔を出しません。今ようやくレーンに顔を出しました。この状況ランページとしては数的なアドバンテージがあるというのを確信できるような状況ですね。これ一気にバロン前、そうですよね、制圧していきますよね。制圧していきますね。ただしもやし選手がリコールしていますから、ただこのリコールというのはフォーカスミーとしては把握できていないですからね。丁寧にまあ取り返していくという形になりますね。そしてどうやらこれボットレーンそのままプッシュしますか。そのようですね。となると両チームにとってミッドレーンのレーンワードというところも重要な要素になってきますね。今回ダブルテレポートなので、テレポート持ちがボットレーンに対してガンクしていって1対1の状況を崩してからバロンを触らせて、セカンドバロン、ダブルテレポートを生かしてバロンに対するアプローチというところも考えられますから、ミッドのワード、レーンワードというのも非常に重要なポイントになりそうですね。なるほど。フック入った、オールインだ、スティールも入って、ユタポンちょっと行きづらそうにしている、横からラムネがゾーニング、そして反転を判断するのはランページ、フラッシュアウト、そして宿命の呼び声を戻してからの第一の捕獲、ノックアップから捕まえてラムネに CCJ、全く動けない。さあユタポンのキルになります。キャリーが1人落ちました。ランページエビが寄る、体力はただ5割ほど、どうする、もう一度バロンに触りました、ビビットがこの位置です。これはゆとりもやしを狙うためでしょうか。バックラインに入っているぞ。さあ反転して誰を狙うんだ、ゆとりもやし、ああ復活した、復活した、誰どうする、ゆとりもやし回答できている、誰が守る、誰が守る、クロノブレイク、セロスはゆとりもやしには届いていない、届いていない、その間にタッスルが1キル、さらにはマスターショットで、これは守っている、なんとゆとりもやし、さらにロケットジャンプで何を逃れる、素晴らしい、デッドはしない、ただしデトネーションオカスミーが3キル獲得しています。まだデッドしていません、ゆとりもやし。
どうする、ワン駆け引きですよ、一つの駆け引き、アウトアタック、バロンが起きていればキルというシーンです。いやビビット選手の素晴らしい動きだったんですが、そこに合わせられないようにランペイ選手がうまくゾーニングしてモヤス選手を生き残らせましたね。彼自身の回答能力も非常に素晴らしかったですが、フックに捕まった、それが分かった瞬間に一気に守り切った、やはりここでグラガスをピックした、そしてヌルをピックした歌詞というのが見せることができましたね。リプレイです。全くランページとしては予想外の位置からのフックだったと思いますが、なんといってもタスル選手がセロス選手をボディースラムで止めたことによって、宇都宮選手に対してセロス選手を届かせないようにしたという点は非常に大きいですね。全 CC をこの通路にランページ置いてますね。その回あって守りきれたというシーンでしたね。ただ一つ気づいたことがあるんですよ、今回トランドラが集団戦でいませんよね。パズがもうすでにかなり硬いんですよ。しかもこの後ブランブルデストからソンメールではないですね、この後何に行きますかね。これソンメールですよ。ソンメールですかね。はい、ソンメールですね。となるとモエ選手のダメージというところはかなりカットすることができますね。一方ですね、ユタポンのビルドを見てください。インフィニティエッジ完成したんですね。ただしエビのビルド、トップレーナーのビルド、これが大きな違いなのかなと思ってるんですよ。タンクビルドではないですよね。この後、ガゴリソンプレートに行くと思います。となるとガゴリソンプレート完成するまではランピングとしてはフロントラインが少し不安定になってしまうという状況ですね。ジャングラーの装備は同じですから、ブーツが忍者旅なのかマーキュリーなのかという違い、これシューダー戦に影響しますよね。エビはダメージをキャリーに出さなくてはいけない、一方のパズからしてみればキャリーを守るような動きというのが求められると。一方で今回サポートの能力というところにも差があってですね、先ほどビビト選手スレッシュでの動きのようにエンゲージ仕掛けていく、一方でダラ選手はサポートで AD キャリーである糸山選手を守りながらダメージの底上げができるというところが大きなポイントだと思います。ズル自身アタックスピードの増加といったところを行いますし、アーデントセンサーとのシナジーもありますから、相当糸山選手のダメージというのはこの段階もうすでに出る、もうこれでも4つできてますから相当ダメージが出る状況になっているのは間違いないですね。ビルドでもユタポンが先行していましたが、気づいてみればゆとりもよしの方がビルド先行している状況ですね。そしてインフィニティエッジラビットワイヤーキャノン、さあこれでラムネもダメージが出せる状況にはなりました。さああとは集団戦、誰見とけばいいでしょうかね、レボルさん。そうですね、このゆとり前選手に対して、ディテンションフォーカスミンが届くかどうか、一方でランページとしてはそこを常に、ディセンゲージの形で作れるかどうかですね。ランページとしてはこう相手のキャリーを倒すような動きというのは別にしなくてもいいんですか。むしろ相手のフロントラインから倒していく、モエ選手のダメージが出せるような環境を作り出していくというところが狙いになると思いますね。そうなると、特にセロスの動きですかね。そうなりますね、彼がバックライン入り込めるかどうかというところが非常に大きいと思いますね。ただやはり基本的にはモエ選手の周りでアクションが大きく起こっていくという形になると思いますね。さあそのゆとりもやしトリスターナを使っています。このプレイヤー非常に注目ですね。ここはもうかなりダメージも出る状況です。バロンが上がりました。マウンテンドレイクです。レッドバフにおいたコントロールワードによってランページとしては今ボットサイド側にフォーカスミンが集まっているという情報は得られてますね。ああ本当ですね、こちらですね。あったら今置き直しましたか。フックボディスラムを見てからのフック、魂の牢獄からフレイ捕まえた、エンゲージしたのはデトネーションオーカスミ、低めの呼び声ありますがそれでも反転が怖いか、ダウチの捕獲からツーマンノックアップ、ダメージが通っていません。ユタポンのダメージがちょっと通らない。そしてエビが反転する。さあどうする、決戦場は2人囲った、セロスを捕まえている。セロスをなんとか外に出ました、ブリンクを利用して外に出ました。ただしバックラインには入れていない状況下です。ランページが集団戦非常にうまくやっている。ユタリマシがそのままこれは完全にフリーになっていますが、それでもこれはエビが落としています。ユタリマシ完全にフリーです。2キル獲得、ランページさらにはこれはフラッシュイン3キル目。エンド狙いますか。エンド狙いますか。さあミニオンが来ていないのでタワーが非常に硬いですが、守るのはセロス。ミニオンがここで到着、壊せるか。さすがにエンドまでは行きそうにありませんか。確実にバロンを取っていくという形になりそうですね。バロンに触ります。
さあこれは4人で触っているのはランページサイド、デトネーションをガスミニはこれは諦めましたね。バロン向かいません。さあバロン獲得、ランページ5000ゴールド以上をひっくり返しましたか。返しましたね。フォーカスミーとしてはここで確実にドラゴンマウンテンドレイクを取って、そしてこのバロンの時間帯を耐えなければなりませんね。さあただちょっと狩るのが時間かかっています。ランページは間に合いそうか。ああパズとしてはもうこれいざ来たら逃げられないからということで下がりましたね。ブリンクの持っているセロスのみが一人で、さあこれでマウンテンドレイク獲得、デトネーションカスミ。ランページとしてはトップレーンとボットレーンに対してセカンドタワー空いていますが、そこを狙っていくのか。ただしこの動きを見るとミッドのインヒビタータワーを狙っているような動きにも見えますね。それに対してトラップ。さあガーゴイルストーンプレートエビ完成しました。これタンクとしても十分動けますよね。動けますね。ミッドを狙いつつも、これ狙いはボットですかね。ボットのようですね。ボットのセカンドタワー狙ってますね。いやラムネがいいダメージを出しています。さあもう一度セロスのスタンエリアからは逃げる、当たりに行きました。第一のオーバック、ダライトレバヤシのダメージ、セロスの体力を7割削りました。泉に戻ります。そしてその間にインヒビター獲得はランページになりそうです。奥に入れませんよ。入れないですね。全く入れないですね。入ろうにもその前のところでマヤス選手が体力を削っていって入らせないようにしてますね。これデトネーションオカスミからしてみれば真正面からではなくて横からというようなアイデアが必要になってきますよね。バックラインにちょうどワードはあったんですが、テレポートで入っていくという選択肢をパズ選手が取りませんでしたからね。さあ35分45秒、攻めているのはランページ、有利なのもランページです。守るのはデトネーションオカスミ。これはもうパズ選手のアルティメットが上がるまではデトネーションオカスミとしてはアクションを起こせないですね。しばらくタワーを渡すと、そういった形になると思いますね。ランページは一旦リコールに入ります。これでインナータワーも全て降りました。次はやはりエルダードラゴン、そしてバロンというところ、上がったタイミングでのまた睨み合いということになると思いますね。そんな中でずっとエビ選手がレーンのコントロールを取れているということで、先にランページの方が動きやすくなっているのは間違いないと思います。スーパーミニオンもランページは沸かせることができてますからね。あとですね、睨み合いであれば後期を持っているランページの方が有利ですよね。あとレベルを見てください。パズレベル16に対してエビ17レベル、ステールが15レベルに対してタッスル16レベル、セロス17レベルに対してラムネ18レベル、ユタポン15に対してゆとりまいし17レベル、1レベルから2レベル差、ビビットもそうですよね、13に対してダラが14。これは大きいですよね。大きいですね。なんといってもトリスターナのレベル17というところは非常に大きいですね。射程が非常に長いですからね。さらにはレベル上がることで基礎ステータスも、まあ、強くなっていきますから、上がりますからね。さあトップレーンへタワーシージだ、ランページ。ボットレーンでもこれはラムネが一人でタワーシージを行います。まずはトップのインヒビタータワー、そしてインヒビターを狙いに行く、当たるか。デトネーションオカスミ、反転はここで第一の捕獲、パズが狙うのは誰だ、タッスルだ、タッスルを捕まえましたが大きくなれ大きくなれ、そしてゆとりもやしにダメージを達する環境を作った。パズの体力が一気に減る、それを見てフラッシュインからの決戦場、そしてセロスを狙いに行きますが、クロノブレイクバックラインを狙うセロスの見事なプレーですがダメージが足りません。そこに前に出てユタボンが合わせた。さあセロスとユタボンでまずは一人キャリーを落としたランページ、ただしゆとりもやしが生き残っている。ただロケットジャンプにノックアップを合わせてセロスがもう一度狙いに行くか、ロケットジャンプで逃げるか、がこれはシャドーラッシュ追いつきました。いやボイドラッシュですね。キャリー2人を落とすことには成功しているのはデトネーションオーカスミンサイド、フォーカスがきっちり合っています。さあそしてセロスをこれはリコールさせたくないチェイスになっている。まだ分かりませんか。まだ分からないですね。よく今のスティール選手もそしてセロス選手もユタポン選手もしっかりとキャリーにフォーカスを合わせることができましたね。ランペイとしても相手に一度仕掛けられてからのキャリーにサイドフォーカスを合わせられるというところ、少し間に合いますね。エビ選手は息は上がっていませんでしたね。
もうフォーカスミーとしてはもう集団戦先ほどのような形ですよね。これ一度入ってはいくんですが、相手の陣形キャリーのラインというところを見ながらずっとユタポン選手がアルティメットを使うタイミングがかかってましたね。ここで一気に入っていくと、いやただよくクロノブレイク当てましたね。当てましたね本当に。このノックアップも見事ですね。ビビット選手の動きは素晴らしいですね。ビビットですか今のは。はい、今囲まれていたセロス選手をランタンで回収したりだとか、あとはカリサのアルティメットでしっかりと、まあ、攻撃に対してノックアップ当てたりとかいうところで CC、そして、まあ、ゲームの集団戦のコントロールといったところもできてますよね。なるほど。もちろんもうレボルさんがですね、感心してですね、若干解説をしない、ただただビビットがすごいってさっきから言ってるだけなんですごいシーンが目立ちますからね。一方でランページとしては先ほどのようにラムネ選手とユタマヤ選手がフォーカスを受けないような形というのをしっかりと維持したいですね。さあもう一度キャリーを倒しに行くのはデトネーションカスミ、守るのはランページ、セロスが入ったスタンからクロノブレイクやめます、エンゲージはやめました、フレイからエビが孤立してそれを狙いに行きますが大きくなるで守ります、リデンプション。さあお互いに体勢を取り戻します、立て直します、ミッドのインヒビター、そしてトップのインヒビターが壊れている、ランページはそれをずっと待っています、スーパーミニオン早く到着しろというような声が聞こえそうです。もう一度当たるかデトネーションカスミ、ただしエンゲージツールがもうありません。まだユタポン選手のアルティメット残ってますね。フック、ビビットがこれをキャリーにフックを当てたかったんですがボディブロックです、そしてスーパーミニオン到着。さあこれで3インヒビター獲得はランページ、フック避けている、ラムネ避けています、下にステップして避けている、ソラリを使った、ソラリを使ったクールダウンに入ります。さあミッドのインヒビターがアップしたんですがすぐさま壊す、ネクサスタワー残り1本、残り1本、さあランページ集団戦当たりに行く、ビビットフラッシュイン、ただ避けている、下がっている、集団戦これは演劇しに来るのはランページ分かっている、ラムネとゆとり前者フォーカスはされていない、バスターショットロケットジャンプできっちりディスエンゲージはできている、そしてエビの決戦場完全に売り、キャリが完全に売り、ゆとり前者、そしてラムネがずっとダメージを出しています、最後のボットのスティール、そして春夏、春夏 LJL2017 の春夏連覇はランページ。ドラフトからラカンをバーンしてカリスタを開けるという戦略を取って、そして序盤レーニングボットレーン重要なレーニングだったんですが非常に難しいレーニングを強いられていた中で耐えに耐えて、そしてデトネーションフォーカスミーの少しのバロン周辺でのミスをしっかりとついて逆転していく粘り強さがランページ見れましたね。ラウンド10直接対決では見られなかった粘り強さがこの試合見れたというのは非常に大きなポイントだと思いますね。BO5 の5戦目制したのはランページ。いやタッスルは若干泣いているでしょうか。最後序盤デトネーションカスミがかなり有利は取ったんですが、そこをしっかりと耐えて耐えて、そしてバロン周辺のアクションのところで取り返していったというのは非常に大きかったですよね。さらには最後ずっと前選手とラムネ選手が狙われている中でチーム全体が狙われている彼ら2人をしっかりとカバーしていたというのは非常に大きかったですよね。はい、さあそしてこの後表彰があるということですので我々は一旦失礼させていただきたいと思います。
LJL2017 サマースプリットファイナル、ついに勝者が決しました。今一度大きな拍手を送りください。ランページ。さあ、それでは優勝チームのランページはこのトロフィーを掲げていただきましょう。では皆さん前の方にお願いします。LJL2017 サマースプリットファイナル、ランページおめでとう。最後はこの会場内も、はい、ランページコールがすごかったですね。そういった声も受けたという形になります。では皆さんお戻りください。さあでは、はい、今のお気持ちをちょっと一人一人伺っていきましょう。はい、今日は本当に感動をありがとうございます。今の気持ちを教えてください。いやもう最高っす。いや本当に最高、おめでとうございます。最高という言葉をいただきました。ありがとうございます。それでは続いて田瀬さんお願いします。いや5戦目でポップの勢で負けるか思ったけど勝って嬉しいです。今の気持ちを教えてください。本当に泣きそうになるぐらい嬉しいです。そうですよね、お客さんの方も多分泣いてる方多いんじゃないかなと思います。私もうるっときちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ今の気持ちを教えてください。すごく嬉しいです。今日本当にファイナル勝てて、ファンの皆様の期待に応えられたかなと思います。本当に今日はありがとうございました。おめでとうございます。そしてダラさん、今のお気持ちを教えてください。正直メンバーたちに一番感謝と、今一緒になんかベニジョとかコチとか本当に辛いでいっぱい練習して今日の勝ちでめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。本当ですね、努力の成果が実りましたね。おめでとうございます。素晴らしい勝利となりました。そしてですね、やはりこの試合デトネーションフォーカスミーにも皆様大きな拍手をお送りください。そして改めてランページおめでとうございます。おめでとうございます。さあそしてランページはいよいよこの後世界大会という形になっております。はい、そして皆さんもですね、これからリーグオブレジェンドの応援をぜひともよろしくお願いいたします。お願いいたします。では最後にもうこれだけ会場内が今日一つになりましたので、まあ、デトネーションフォーカスミーのファンの方もいらっしゃいますが、ぜひこの世界を見据えて戦うこれからのランページに皆様の応援の掛け声をですね、はい、皆さんでしていきたいと思います。私が WCS と言ったらランページの皆さんはランページとチーム名をお願いします。そして会場の皆さんは一緒に勝つぞと大きなコールをよろしくお願いいたします。皆様一緒にコールしていただけますでしょうか。やる気はバッチリですね。ちょっとだけ一回僕とタケツさんで練習してみましょう。行きましょう。いいですか。はい、 WCS ランページ勝つぞー。 OK です OK です。こういう形で皆さんお願いします。ではスタンドの皆さん立っちゃいましょうか。 Everybody stand up。 さあランページの世界大会制覇を願い、皆さんで共にランページチーム名を言った後勝つぞと大きな声でコールお願いします。では参りましょう。 WCS ランページ勝つぞ。
コクンから、さあ決まってからのノックアップ、さあ CCG クラッシュアウト、エビは判断しましたが、タワーダイブいけるのか、いけるのか、これはエビの方が軍配が上がるんじゃないか、打ち上げは雲の糸で呼ぶね、あと一発ファーストブラッター、うわー、スティールだ、クラッシュアウトでジェットしない、ガンク成功デトネーションオーカスミー、これただタッスルかなり無理をしたいな、そしてアップグレードからのスタン、さらにはオールに夢中、チャームでこのとどめを刺すのはスティールです、後ろから回ってフラッシュインから、あんたらコンボがうまくいかなかった、ユダマを少し下げています、おごりでなんとかセロスをまずは1キル、これはランページのタッスルの仕掛けです、ただしそこからつなげることができません、やはりキャリーが育っている、セロスがダブルキル、なんとデッドしていてもタレントでダブルキルが取れるのがこのハイマリンガーだ、そして前に出るのはこれはビビット、そこに合わせるのはユダマ、フラッシュアウトしたんですがそのまま3キルに行っておきます、さらにはもうタワーした人数差がある、ユダモンが泉の中でももっと押すようにキルを取っていく、トリプルキルはユダモン、そのままエース獲得はデトネーションオーカスミー、ボットレインもセットアップの準備は完了、このスティールを狙いに行く、ノックアップからすごいバーストが入る、決戦場からラムネと 1V1 を狙いに行きますが、俺に夢中、これがどこでもだろうな、さあただタレント強い、V1 は逃げ道がない、これ10秒、その間にタワーを壊したい、イクライターを打ちました、打ちましたがミニオンを処理するため俺に夢中からダラが前に出ますが、スティールがそれでも単行しているが、タワーダメージが入って1キル獲得はエビ、そのまま前に出るのはランページです、ここでゆとり林がデスタイマーから上がりました、そしてフラッシュインラムネが追撃、ノックアップビートを捕まえている、さらには再びでスローがつく、追撃してこれで3キルはランページになりそうですが、さあパスの体力も低い、これで一気に3キルはランページ、するのかどうするか、石畳は第一の捕獲、そしてスネを狙いに行きましたがここはうまくキャッチングできていません、ランページの回答がうまい、そしてダラの俺に夢中から入っているが、ここはユダボンもフェザーストームで反応していきました、さらにはフラッシュアウト、そして孤立したのはなんと先に孤立しているのはこれタッスルか、さあこれでビビットのイグナイトによってキルが入ります、さらにはエビが逃げたんですが、そこに追撃をかけるのはスティール、ウィーバーウォールでラムネ守ろうとはするんですが、その間にただしバックラインを崩壊させていて、いたのはなんとユトレメージ、ロケットジャンプからトリプルキルはランページだ、ロケットジャンプではもうかなりの差が生まれています、石タッスが仕掛けますが、ここはラムネが4つのがちょっと遅いと、スキルを使った後通ってスタン、新飛剣はフラッシュで避けて、そこにラムネを合流させる動き、どっちがファーストブラッドを取るんだ、タッスルだ、そして逃げた、ダブルテレポート A 賞はしたんですが間に合いません、そこからの判定、大地の僕、そしてスタンを決めて、いやただきっちりダラがカバーしています、その間に判定するのはゆとり林、もう一度さすがに 2V4 の展開、スティールも寄っています、モアトストーンを出るセロスのこれがジリアンだ、バロンピット内に集まって反転だ反転だ、テレポートを切らした動き、そしてエビが前に出るがダブルスネア、ダブルスネア、チャーム俺に夢中、そしてゆとり林完全に無理、さあまずは狙いに行ったのこれユタボンが落ちた、クロノシフト間に合わない、さらには決戦場ランページがここぞとばかりに畳みかける、 1,2,3,3 キル獲得はランページ、そのままこれで4キルにつながるでしょう、パズも逃げています、もうこれはエビはテレポート、ボットレーンのインヒビターを狙う動き、さあこれで4キル目、そしてインヒビター獲得はランページになりそうです、テレポートは判断しているか、このブルーバックのコントロールどうなる、これに夢中から仕掛けましたが、ここはダラのフォローアップからスティールがダメージ出す、そしてセロスがその間にダメージは出していません、一度下がりますが決戦場、タッスルが仕掛けているが、横からロケットジャンプでゆとり返しが集団戦に参加、バスターショットでチームのところに敵を飛ばしている、スティールを飛ばしたか、キルは拾えない、拾えない、いや1キル拾ったがせいだ、赤いコース、そこからのものすごいバースト、ウェザーストームから返していくのはデトネーションオーカスミーだ、ランページはボットサイドに逃げますが、ランで見せた 2-2 に持ち込みます、使いましたよ、使いましたね、逃げスキルがなくなった、俺に夢中からノックアップ、ノックアップ、ランタンに逃げたいが、ランタンにコントロールワード2枚、いやー動けない、なんとかランタンに乗れましたが、そこにはユタモンが待っている、さらにはダラも捕まった、逃げる獲得、デトネーションオーカスミー、さらにはバロンの前だ、ヒビト選手改めてありません、さらにはノックアップ、エビの体力が一気に削った、それを見てパトが前に出る、さらにはドリーニング中でバックライト2人を止めている、その間に1キル取ったのユダモン、さらには決戦場バスターショットでなんとかユダリマシが1キル取りますが、それでもターンに繋げているのはデトネーション、いやーセーダー赤い光線、エビがさらに体力削れる、そしてタッスルが狙ったがチャーム取った This is タッスルだ、さあアルティメット展開からパズの体力を一気に削るのはランページサイドが、そこで判定するかどうする、パズはこれフォローアップできている、タッスルがそれでもバックラインに入って決戦場、さああとはゆとり返しと、そしてラムネがダメージを出すだけだと思いきや、セラスが横からセーター赤い光線で一気に決める、フロントラインを飛ばした、そのままダブルキルを射止めた、残ったのはこれはキャリーだけ、ランページはキャリーが生き残っておりますが、エンドが見えているぞ、石
さあ、倒したビビットのエンゲージからゆとりもやしは、ただ狙いに行くのはユタポン、ランタン、そしてイグソースと宿命の呼び声から第一の捕獲、ここにパズが来ている、そしてなぜかいる。さあ、倒したにもう一度ポリモフ、誰か時間を稼いで、その間にユタポンを取りに行く、テレポートで来ていたのはラムネラ。さあ、救世主がラムネとなるのがビビットはフラッシュアウト、そしてパズは寄っていたんですが、これは人数差はランページの方が有利だ。ただセルスも歩いて寄ってきた、テレポートあったんですが、ダブルキルはラムネ。バックラインからはセルス、クロノブレイクありません。それを見てラムネはフラッシュインでセロスを狙いに行きますが、スキルショットを避けている、そこにロケットジャンプ、セロスは時間を稼ぐ動きですが、ゆとりもやしの届いた、届いたが最後尾を走っていたタッスルがダウン、そしてエビのテレポート、エビのデスタイマーがあった、ダブルキルはゆとりもやした、さらにユタポートは孤立していて、ドリブルキルはゆとりもやし、ランページが一気に流れを取り戻します。大きくなれ、そしてゆとりもやしにダメージを達する環境を作った、パズの体力が一気に減る、それを見てフラッシュインからの決戦場、そしてセロスを狙いに行きますが、クロノブレイクバックラインを狙うセロスの見事なプレーですが、ダメージが足りません。そこに前に出てユタポンが合わせた、さあセロスとユタポンでまずは1人ギャリを落としたランページ、ただしゆとりもやしが生き残っている、ただロケットジャンプにノックアップを合わせてセロスがもう一度狙いにか、ロケットジャンプで逃げるか、がこれはシャドーラッシュ追いつきました、いやボイドラッシュですね、ギャリー2人落とすことには成功しているのはデトネーション包括ミサイド。ランページ集団戦当たりに行くビビットフラッシュイン、ただ避けている、下がっている、集団戦これは演劇しに来るのはランページ分かっている、ラムネとゆとりもやしはフォーカスはされている。